皆さんこんにちは、バカボンパパです。初心者による初心者目線でのラジコンカーセッティングノートということで、今回はサスペンションを構成するダンパースプリングとダンパーオイルの関係について調べてみました。サスペンション次第でラジコンカーの走破性、ロール量、荷重移動タイミング、さらにはステアリングの性能も大きく変化します。こうした意味からサスペンションはとても重要なパーツと言えます。そこで、まずは、ダンパースプリングとダンパーオイルについてお話ししてみたいなと思います。サスペンションの機能を左右するのは、もちろん、スプリングとダンパーに入っているシリコンオイルなんだろうなと思うんですけれども、それぞれに硬いもの、柔らかいものがありますよね。で、皆さんは、スプリングの硬さや、シリコンオイルの粘度を、シリコンオイルの粘度を、どのような基準で選択していますでしょうか。私自身はその辺がよくわからずに、何を基準にしたらいいのかというのはよくわからなかったんですけれども、わからないのはなぜかというと、スプリングとかダンパーオイルの役割とか、それぞれの関係性がそもそもわかっていないからなんだろうなという、当たり前のことに、気づいて今回いろいろ調べてみたんですね。で、スプリングについては直感的に縮んだものが伸びるとか、理解しやすいんですけれどね、ダンパーオイルはそれに対してどういうふうに関係しているんだろうかっていうのがよくわかりませんでした。で、スプリングは段差を乗り越えた時とか、またはコーナリングの際に沈み込んだサスアームを元の位置に戻すという役割を持っています。スプリングが縮めば元の状態に戻ろうとします。で、その時にスプリングだけだと戻ろうとする力が強くて振動が発生してしまいます。縮んだスプリングがある程度落ち着きを取り戻すまでの間、ビヨンビヨンと反動を繰り返してしまうんですね。で、ダンパーというのはその時のスプリングの反動力を減衰させる役割があります。ダンパーオイルがスプリングに対する衝撃を減衰させる役割を担っているということですね。スプリングとダンパーオイルの関係は、こうした関係にあります。繰り返しですけれども、スプリングだけだと、カーブを曲がるときとかギャップの乗り越えのときに、車体の挙動が不安定になってしまいますので、それを補う不安定さを減衰させて安定させるのがオイルダンパーの役割ということになります。で、話が少し前後するのかもしれないんですけれども、じゃあそのスプリングの硬度、硬さというのはどのような条件で決まるのでしょうか。で、スプリングの硬度、ハード、ソフトは、針金の太さ、巻き数、直径で決まります。で、スプリングの、針金の太さ、ですけれども、これは当然ですけども、太くなれば、スプリングも硬くなり、細ければ柔らかくなります。で、スプリングの巻き数ですけれども、スプリングの巻き数が少なければスプリングは硬くなり、スプリングの巻き数が多ければ柔らかくなります。で、3つ目のスプリングの直径ですけれども、スプリングの直径が小さければスプリングは硬くなり、直径が大きくなれば柔らかくなります。で、ダンパーオイルの方はどうかというと、オイルの粘度で決まるんですけれども、ダンパーオイルの硬さというのは。単位がですね、メーカーによって CST で表される場合と WT で表される場合があるんですが、いずれの場合にしても、数値が大きくなるほど硬い粘度のシリコンオイルとなります。で、次に、これらの特性を考慮しつつ、サスペンションをセッティングする時にどうしたらいいのかというお話ですけれども、これについては、オフロードカーなのか、オンロードカーなのか、スピードを出すタイプなのか、クローラーのようなゆっくり走るタイプなのかによっても違ってくるとは思います。ただし、車という意味においては、直進とブレーキングとコーナリングという基本的な条件は変わらないと思いますので、その意味でラジコンカーのタイプによらず、基本的な
考え方ですね、直進ブレーキングコーナリングという考え方を基準に、ちょっと私なりにサスペンションのセッティングを、ちょっとまとめてみました。もちろん考え方、チューニングの方法は千差万別で、これが唯一というものではないので、まあ参考情報程度でお聞きいただければなと思います。表にまとめてみたんですけれども、まあ、スプリングとダンパーオイルについて、それぞれフロントリアにハードをセッティングしたもの、ソフトをセッティングした場合ということで分けてまとめてみました。でまずスプリングからですが、フロントをハードにした場合の反応ということで、まあ、スプリング、フロント、ハードは、ステアリングの反応がシビアになると。で、レスポンスは向上しますと。まあ、シビアになる、レスポンスが向上するというところからお分かりの通り、ちゃんと的確な操作ができないと、挙動は不安定になってしまいます。あとは、フロントが、のスプリングが硬いということは、曲がろうとしたときに、直進力を吸収しづらくなるためにアンダーステア傾向になりますと。アンダーステアというのはハンドルの曲げに対してタイヤが、車体があまり曲がらないような状態を指しますと。で次がスプリング、フロント、ソフトのケースですけれども、ステアリングを切った際の挙動は安定しますと。まあ、スプリングが柔らかいと、衝撃を吸収してくれますよね。で、ここ、あとは、ソフト、フロントをソフトにした場合は、オーバーステア傾向になります。曲がりやすくなりますという特徴があります。はい。で、その次、スプリング、リア、ハードのパターンですけれども、リアをハードにすると、ステアリング操作はしやすくなりますと。あと、スロットルオンで、トラクション、駆動力ですね、は低下しますと。トラクションが低下するっていうのは、まあ、ソフトの場合の方がぐっと沈み込む分、地面に対する抗力が高まりますよね。なので、まあ、ハードはその反対なので、トラクションが低下します。で、トラクションが低下することで、まあ、直進力が小さくなるために、まあ、曲がろうとするときに曲がりやすくなります。オーバーステア傾向になります。はい、4つ目のケースですけれども、スプリング、リア、ソフトですね。この場合は、スロットルオンでトラクションが向上します。さっきと逆ですね。で、トラクションが増加するということは直進力が大きくなるため、アンダーステアの傾向になります。ということですね。次、下の段で、ダンパーオイルについてです。で、ダンパーオイルのフロント側をハードにしたときですけれども、まあ、スプリングの反動が小さくなりますと。オイルが硬い分、スプリングの挙動を反動を抑えることができるので、オーバーステア傾向になると思いますと。スプリングの反動がなくなるので曲がりやすくなる、そんな感覚で捉えればいいのかなと思います。しっかり地面を捉えるっていう感じですね。で、次のケース、パターンは、ダンパーオイルフロントソフトの場合ですけれども、まあ、フロントダンパーが柔らかければ、スプリングによる挙動が大きくなる、反動が大きくなるために操作はルーズになるし、アンダーステア傾向、曲がりづらい状態になるのかなと思います。で、ダンパーオイル、リア、ハードのパターンですけれども、まあ、リア側のダンパーが硬くなると、まあ沈み込みが小さくなるということでトラクションも低下するのかなと。ただし、一旦沈み込んでしまうと、スプリングの反動による車体のブレを抑えることができるということで、まあ、ブレがなければブレーキングの安定性が向上するんじゃないかなと考えました。で、最後のケースがダンパーオイル、リア、ソフトですけれども、まあ、ここは、ダンパーオイルが柔らかいので沈み込みやすくなるということで、トラクションは向上しますと。で、ただし、スプリングの反動が出やすくなるので、縮んだ反動が出やすくなるので、ブレーキング時のグリップ力は低下するんじゃないかなと。反動してればブレーキングも効きづらくなりますよね。地面との摩擦力が低下しますので。はい。これらをと考えて、例えばですけども、いろんな応用ができると思うんですけれども、オーバーステアにしたいときはですね、フロントスプリングをソフト。リアスプリングはハード。フロントダンパーオイルをハードにすれば、オーバーステア気味にできるんじゃないかなと思われます。
で、逆にアンダーステアにしたい場合、まあ、コーナリングで転倒しやすいとかですね、曲がりづらいという時なんかは、フロントのスプリングはハード、リアのスプリングはソフト、で、フロントダンパーオイルはソフトというパターンで、いけるんじゃないかなと考えます。で、ただし、まあ、これだ、このアンダーステアにしたい場合にしても、オーバーステアにしたい場合でも、まあ、これは机上での考え方なので、この考え方に基づいてセッティングしてみて、で、あとは実際の走行、実際に走行してみて、検証するというのが必要なことなのかなと思います。あとは、まあ、これは言うまでもないことかもしれませんが、まあ、スプリングとかオイルの硬さは、まあ、前後それぞれを違うものにするのは問題ないんですが、左右は同じものにしなければ操作が困難になってしまいます。まあ、当たり前ですよね。はい。はい、今回のラジコンカーセッティングノートは以上となります。引き続きまたよろしくお願いいたします。